そのファイヤーの考え方、間違っていますよ。こんにちは。レバナンス専門チャンネルのレバナンス一本リーマンと申します。本日もアイフィリーレバレチナスダック役、通称レバナンスに2000万円投資した運用実績を公開していきたいと思います。 今回の動画はファイヤーをテーマに解説したいと思います。もしこれを見ているあなたが新入社員や大学生ならば、また新入社員じゃなくても入社10年目や20年経っていても働くのが辛いなぁと思っている方ならば、この動画を最後まで見ていただくことで必ず自由に生きるヒントを得ることができます。なぜこのタイミングでファイヤーと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、ファイヤーを目指すなら今年から来年にかけて投資を始めるのが最も最適だからです。今年に入った からもうすでに調整局面に入っていますが今年と来年はさらにボラティリティが激しい2年になっていくことが予想されますまた4月というのは新入社員の方も会社に入って働き出して社会の荒波に揉まれ始めている時期だと思います世の中にはホワイティーな企業やブラッキーな企業も存在しております ホワイティな企業に運よく入社できた方は、そのまま定年まで働いていただいて結構ですが、ブラッキーな企業に入ってしまわれたら、もう辞めたい、逃げ出したいって思っている方もいらっしゃるかもしれません。そんな方々へ10年でしっかり資産を構築して、経済的に独立した上で早期退職する、つまりファイヤーという選択肢を提供したいと思います。 ァイヤーというのは、火のファイヤーではなく、Financial Independence Retire a r l y の頭文字を取った造語で、建設的な資産運用によって経済的自立を目指し、若いうちにある程度働いて、給料をがっつり投資に回すことで、資産がある程度溜まってきたら、あとは働かなくてもいいかなと思ったタイミングで早期に退職して、あとは自分の好きなことをして暮らしていくという生き方です。もともとはアメリカ発祥のムーブメントで、 最近では日本でも三菱サラリーマンという方がファイヤーを達成したことで SNS では一時期話題になっていました。現在の日本では労働人口の減少から定年退職の年齢がどんどん後ろにシフトしていき、働かせるだけ働かせて気づいたらもう勘置家に足を突っ込んでいたということにもなりかねません。政府としては税金ががっぽり入ってくるのでいいことですが、一方で働いている現役世代からすると 最も若くてエネルギーもあって感受性の高い20代から50代、60代までの人生を会社に捧げ、あとは死ぬだけという何のために生きてきたのかわからないような人生が待ち受けています。働くことが好きな方であればそのまま一生働き続けていただいて結構ですが、そうでない方もいらっしゃると思います。先ほど申し上げた三菱サラリーマンさんはどちらかというと後者の方でした。彼の生き方が正しいというつもりはありませんが、彼の人生二度なし悔いなく生きよう。 という言葉は毎朝何をしどこに行き誰と会いどこに住むのかこれらのことを全て自分で決めるという本来の人間として当たり前の姿を教えてくださっているように聞こえます今日より明日明日より明後日が良くなるように皆様の生き方の参考になればと思ってこの動画を作成しましたでは具体的に FIRE をするためにどうすればいいのか 世間一般に知られているところから、ほとんどの方が誤解されているところまで包み隠さず解説していきます。まず対象者です。対象者は三菱サラリーマンさんのように大企業で働いている方限定です。っていうのは冗談ですが、ほぼ全てのサラリーマンや自営業者の方が対象です。少なくとも毎月のお給料や収入がある方は、 ファイヤーが実現可能であることを認識しましょう。そして65歳、70歳の白髪のおじいちゃんになるまで働かなくてもいいんだっていうマインドをまずは持ちましょう。次にファイヤーを実現するためにどこを目指すのかについてお話ししたいと思います。ファイヤーについては様々な考え方があると思いますし、どれが正解というのはありませんが、最も一般的な考え方は1、4%ルールや2、年間支出の25倍の資産形成、 という2つがあります。まず4%ルールですが生活費を運用資産の4%以内に抑えると資産が目減りしないというルールです資産評価額8000万円であれば年4%で運用すると年間の運用益は320万円となりますですので年間の生活費が320万円以内に抑えることができれば ファイヤーを達成することができ、働かなくていい生活を手に入れられます。また、25倍ルールに関しては、年間支出が320万円の場合、その25倍の8000万円の資産があれば、ファイヤーが実現可能という考え方です。正確には若干違いますが、数値自体は同じ計算をしていることになります。ですので、自分の1年間の生活資金を計算した上で、その数字に25をかけた資産が確保できれば、 ファイヤー実現が可能になりますただしこのチャンネルを普段から見ていただいている皆様には日頃から申し上げていますがこのチャンネルの視聴者様には1億円を目指していただきたいと当初から申し上げてきましたですのでこのチャンネルでファイヤーと言ったら1億円を目指すと思っておいてください4%ルールであっても1億円あれば資産を減らさずに400万円を生活費として使えますのでこのチャンネルの視聴者様にはファイヤー実現のためには1億円を目指していただきます ではその資産をどのように確保できるのかここが一番の問題で最も誤解されている部分だと思っていますそれを確保するためにはどのような投資をすれば最も効率よくファイヤーできるのかこれがこの動画の一番のメインテーマです YouTube には色々いろいろなお金系 YouTuber がおり、それらが発信している代表的な投資先として、ここに示すような手段があります。全米株式、通称 VTI と呼ばれているものですね。S&P500。これはボーレン・バフェットさんが私が死んだら S&P500 に遺産のほぼ全てを投入しなさいと言っているインデックスです。オルカン、全米だけではなく、オールカントリーつまり全世界に投資するインデックスです。そして我らがレバナスですね。 ここは説明する必要もないかもしれませんが、ナスダック100に2倍のレバレッジをかけたインデックス投資です。大体いい代表的なものはこれくらいかなと思いますが、この中で S&P500 は全米500社の有料企業に分散投資するのと、全米株式は4000社近くのアメリカにあるほぼ全ての企業に分散投資するので、値動きとしてもほぼ同じとなります。ですので、S&P500 と全米株式は統一して考えたいと思います。また他にも個別株という手段もありますが、個別株 リスクが高い一方で 大多数の個別株のリターンは限定的という観点で個別株をにするのはあままりお勧めしません個別株に関しては第69回の動画にて解説したように最強の個別株を持ってきてもやはりレバナスに勝つほどのリターンを得るのは非常に難しかったという点で除外したいと思いますですのでここでは S&P500 オルカンレバナスで比較した時にファイヤーするためにはどのくらいの費用やどの程度の期間が必要なのかをいろいろな側面から検証してみます まず元本という側面で見ていきたいと思います一般的な20代の2人世帯の平均貯蓄額から見ていきたいと思いますが金融広報中央委員会によると平均貯蓄額は292万円であることがわかります今回は簡易的に300万円の元本がある前提でどうすればファイヤーができるのかを検証していきたいと思いますですのでこの動画ではこの元本300万円だけで考えます300万円以上は使いません ただ衣食住に必要なお金は当然のことながら取っておいてくださいね300万円だけでファイヤーを実現する手段を解説しますので300万円で一括投資しますがその後でももちろん給料が入ってくると思いますので貯金でも外食でも趣味に散在するでもその300万円以外は好きなことをしていただいて結構です要は300万円さえ貯めていただければそれだけで十分ですではこの300万円を一括でオルカン S&P500 レバナスに投資するとどうなるのか 過去12年間で見ていきたいと思いますがまずはオルカンでの資産推移はこのようになります2010年1月に300万円を投入すると多少のアップダウンはあるものの長期で見ると緩やかに上昇していることがわかりますコロナショックでは200万円程度が溶けましたがその後の量的緩和によって1年未満で回復させそれでも利確せずに2022年4月1日まで 保有していると最終評価額は万円となりました300万円が690万円になるのは嬉しいですがそれでもオルカンでファイヤーを実現するには4300万円以上も必要になるためオルカンはファイヤーに適していないことが分かりましたでは S&P500 はどうでしょうか 先ほどと同様に2010年に300万円を投入するとオルカンの値動きとは違ってさほどのアップダウンもなく緩やかに上昇していきます。 コロナショックでは同様に瞬間的な下落はありましたが、2021年には1000万円を超え、その年の年末には1263万円まで到達したものの、量的緩和バブル崩壊によって、2022年4月1日現在では1197万2506円まで下落し、最終的にトータルでは元本の4倍近くまで上昇してゴールインとなりました。それでも1億円貯めるには2500万円の元本が必要になります。 ですので、S、ですすのの S&P500 もファイヤーを目指すのは無理ががあるとということが分かりました。ちなみに全米株式の VTI は先ほど申し上げたように S&P500 と値動きはほぼ同等であることから全米株式でもファイヤーは無理であるということがわかりますちなみにちなみに S&P500 を積み立て投資していればいつかはファイヤーできると思っている方に少し残念なニュースがあります積み立て投資において右肩上がりである米国株投資をするのであれば一括投資より 資産増加する速度が遅くなります。 このグラフはこの期間において元本が同じになるように毎日積み立てをした場合のグラフです先ほどの一括投資では300万円を投資しましたがこのグラフでは元本が300万円になるように毎日964円を積み立てた場合の資産推移となりますつまりざっくり毎月2万円を S&P500 に積み立てた場合とほぼ10日となりますが最終評価額は683万25円となりました積み立て投資のメリットは3点あります1つ目は日々の変動が少ない ことです今日より明日明日より明後日の方が資産が増えていくのでこのグラフからわかるとおり特に初期の変動はかなり低いです2020年初期に発生したコロナショックは一括投資に比べると 積み立て投資では下落幅がある程度抑えられていることがわかります。3点目は、ちょっとずつ資産が増えていくことです。これはある意味ファンタジーなのですが、一括投資の2016年前後は、横横して資産が増えていない一方、積み立ては少しずつ増えているように見えます。 実際に増えている資産は積み立てている部分なので当たり前なのですが、これも一応のメリットとなります。このように一見、積み立て投資はメリットがあるように見えますし、実際リスクヘッジをしながら安定的に資産を増やす手法としては非常に有効である一方、やはり右肩上がりのような米国株式においては、初期に大きく投資する一括投資に比べると、積み立て投資は初期のブースター機能が弱く、最終的には 一括投資と積立投資では400万円以上の差ができます。これは元本よりも大きい額となっています。 つまり安定をとって積み立てにするのかそれとも米国市場の長期での優位性を見いだして一括投資するのかで10年後には非常に大きな差があるということが分かりましたどちらにしても300万円程度で S&P500 を投資しても送り人には程遠いですし S&P500 ではファイヤーの実現は到底無理であるということが分かりましたちなみに S&P500 で一括でこの期間でファイヤーを実現するためには2500万円必要と申し上げましたが積み立て投資で は毎日14000円の積立が必要で月換算すると平均で28万円の積立が必要という計算結果になりました S&P500 を積立投資でファイヤーしたいと考えている方毎月28万円の積立できていますか何でもしつこいですが S&P500 も VTI も ほぼ同じ値動きなので、今申し上げたことは VTI でも同じことが言えます。実はファイヤーに対してここが最も大きな落とし穴で、4%ルールとか25倍ルールとかに焦点を置いて出口戦略ばかりを解説する書籍や YouTube がありますが、実際そこに到達するのは非常に困難です。 そういう書籍や YouTube に限って全米株式や S&P500 などのインデックス投資をお勧めしていますが実際これら有名どころのインデックス投資ではかなり無理があるということがお分かりいただけたと思いますと、ここまでファイヤーするのちょっと無理じゃねって思ってきた方このチャンネルは皆さんの資産を1億円に到達させるチャンネルであるということを思い出していただきたいですここからが本番ですレバナスの登場です レバナスも先ほどのオルカンや S&P500 と全く同じ前提条件で投資した場合どうなるのか。これが資産推移です。一見先ほどの S&P500 やオルカンと同じように見えますが、縦軸を確認いただければわかるように、桁がもう全然違います。これがこのチャンネルで言っている爆発的な利益増加です。 先ほどは300万円の元本で1000万円に行けばいい方でしたが、このグラフは一目盛りが5000万円になっています。なので、2020年に入る前に5000万円に到達し、ここ2年で資産が狂ったように上昇していて、2年もかからずに1億円以上が増えている状態です。2021年の年末には、資産評価額1億4462万円になっています。2022年の年初からは、量的緩和バブル崩壊や、ロシアのウクライナ侵攻など、 で若干資産が減少していますがそれでも4月1日での最終評価額は1億1253万3504円となっております一応言っておきますがエイプリルフールではありませんのでご了承くださいこのチャンネルでは去年の11月に売りなさい指示をしましたがこの段階で1億4千万円がありました1億4千万円ですもう一度言いますが1億4千万円です 1>, 1億円は取っとくとして4000万円は自由に使ってください。4000万円あったら何に使えますかちょっとは寄付するとして、これはあなたがレバナスを信じたからこその資産であって、私の売りなさい指示を信じたからこその資産です。 ですので、この4000万円で別荘を買うもよし、ハワイにちょっとしたコンドミニアムを買うのもよし、フェラーリを買ってもお釣りが来ますし、世界一周旅行を10年ぐらいは行けます。ただし、1億円は手につけないでください。1億円はファイヤーのために4%で資産運用して、一生減らさずに持っているべき資産です。4000万円は合流してもいいですが、1億円は使わない玉手箱として取っておいてください。この1億4000万円を手に入れるためには、300万円の元本と、 10年ちょっととののの期間とほんの少しの忍耐ですここで忍耐と申し上げたのは少し解説が必要なのですが、この1億円を到達するのにはコツが必要です。まず、口座は絶対に見ないこと。いくら減ったとか、いくら増えたとか。 10年間は長期口座として必ず放っておいてください。そして積み立てしたければしてもいいのですが、あまり効果はないでしょう。一応レバナスに積み立てした場合の推移も出しておきますが、この程度です。この程度といっても、積み立ての最終評価額は3400万円なので、先ほどのオルカンや S&P500 の一括よりも数倍の効果がありますが、それでもレバナス一括に比べると足元にも及びません。話を元に戻すと、積み立ては効果がゼロではありませんが、今余剰資金が ああるのででればレバナスに投入すすべきですそして1年や2年で減ったとか増えたとか考えるのはやめましょう長期で投資するのであれば何も考えずほったらかしでいいんです 決算書を見る必要も、私含めた投資系 YouTube を見る必要も、指揮法を見る必要も、経済番組を見る必要も、そして何よりも運用口座も見る必要はありません。完全なメンテナンスフリーで1億円到達です。逆に見たりして不安になったりすると、長期投資の初期段階での最大の敵となります。これを資産のコアとして放っておく。そして、このコアを少しでも増やすための手段がレバナスの短期投資です。この短期投資は長期口座とは分けた上で運用口座は見ても 良いいと思っています長期講座を10年間寝かせている間仕事をする以外にすることがなく暇だと思いますので短期講座で運用してくださいこれは長期講座の最終評価額を1.5倍もしくは場合によっては2倍3倍にしてくれる手段です 要は長期運用での1億円は10年後に必ず手に入れる前提で短期トレードにてそれを2億や3億にするという第2段階ですよくこのチャンネルで長期か短期どっちがいいですかって質問がありますがもちろんリスク共有度次第ですが基本的には両方やることをお勧めしています 大事なことは、長期で10年後の1億円は約束されますが、短期では10年かからずに1億円に到達する可能性もあります。言葉で言っても伝わらないと思いますので、このチャンネルでどうやって短期トレードを運用してきたのかを解説いたします。2021年の夏に買いシグナルが点灯し、2000万円を投入しました。ただしこの時は YouTuber としてチャンネル解説はしていなかったので、ノーカウントとします。その後 YouTube を解説して、第15回の動画を9月に上げて、これから下がります ので売っててください動画を出ししから約1 15%ヶ月間下下ががりり続け最終的に15下がりましたその後10月4日の第34回の動画にて買いシグナルが点灯したため買いなさい動画を出しました実際私もこのタイミングで追加購入をしましたがここから25%上昇した11月10日に売りシグナルが点灯しましたこの時このチャンネルとツイッターにて売りなさい速報を出しましたがそこから横横して年が変わってから量的緩和バブルが崩壊しましたこの11月 1>, 1月10日に指示通りに売っていたら1月初旬の大暴落には巻き込まれずに済んだのでチャンネルやツイッターにて感謝のお言葉をいただきました。 そして今年の1月の初旬に大暴落をした後で2月3日に第74回の動画にて余剰資金の10分の1を投入しましたという動画を出しましたこの中では今後も下がる可能性があるので段階的に投入することを推奨しましたがここで躍上した時のナスダック100の額は14,501ポイントで現在のナスダック100は動画作成時点の4月4日時点で15,159ポイントなので 私と同じタイミングで購入していれば、ナスダック100としては約4%上昇し、レバナスとしては8%は上昇していると思います。今後の売買タイミングについてですが、売りシグナルもしくは追加投入で買いシグナルが点灯したら、このチャンネルにて速報を流していきたいと思います。リアルタイムで売買タイミングを知りたいという方は、チャンネル登録および通知ボタンの設定をお願いいたします。 ここからお分かりいただいたように、長期で運用していたら、このアップダウンの旨味は取れていませんでしたが、短期でトレードしていたからこその利益が発生しているということがお分かりになったと思います。今後の値動きは誰も予想できませんので、短期と長期、どちらの方が利益を取れるのかというのは神のみぞ知ることですが、少なくとも今の時点では短期の方が利益を取れていることになります。 最後に軽くまとめですが VTI や S&P500 ではファイヤーは到底困難オルカン全米株式 S&P500 でファイヤーを実現するとしたら数千万円以上というとてつもない金額を準備しておく必要があります今回検証した中ではレバナスが唯一ファイヤーの道筋が見えました300万円投資して10年ちょっとで最終評価額1億円到達 そしてそのファイヤーを実現するための唯一の手段であるレバナスの運用方法を解説しましたが短期と長期を両方で実施すべきです。 ファイヤー実現には4%ルールや25倍ルールがあるものの最終的には2億円や3億円に到達したらそんなものは全く意味をなしませんので好きに自由に使ってやってください今回検証した内容はあくまでも過去のデータに基づく将来予想ということで検証しました将来が過去と全く同じになるとは考えていませんがむしろ個人的には科学技術の発展というのは指数関数的に成長していく分野だと考えていますので過去以上のパフォーマンスをもたらしてくれるものと考えています 書いています。 ここの部分は一言で言うのはなかなか難しいので、このチャンネルの過去の次世代ガンマットシリーズや次世代ガーファムシリーズをご覧遊ばせください。私もレバナスに2000万円を投資して皆さんに公開しているのは、皆様が少しでも早く経済的に自立していただいた上で、日本人が日本人らしく生きていっていただきたいからです。つまりこのチャンネルで言うファイヤーとは仕事を辞めることが目的ではなく、レバナスに大金を突っ込むことだけを推奨したいのでもなく、会社やお金に縛られた 生き方から少しでも解放されて仕事を辞めてもいいし一生懸命やりたいことをやってもいいし人生の選択肢を広げる一つの手段として提案させていただきましたそしてこのチャンネルでは今後も皆様の人生において経済的にも精神的にも余裕を持てるような考え方を具体的な手段も含めて提案していきたいと考えております最終的には日本人が日本人らしく自由で豊かな心を持って困っている人、国がいれば助けられるほどの経済的 精神的なな余裕を持ててるような人生にしていただくことこれがこのチャンネルのファイヤーの最終的なゴールだと考えております今回の内容は以上となりますそれでは4月3日時点でのレバナスに2000万円投資した運用実績を公開していきたいと思います4月3日時点での基準価格は33,618円となって 投資額額2292 2220万万円円円に対しして、て評価7647 716,077ととななり、り運用利益は71万円の持ち出しとなっております。第100回の企画準備に向けて一つ目の山場は超えましたまだまだやることはたくさんありますが資産を爆発的に増やす人を一人でも多くしたいのでもし友達やご親族の方でこのチャンネルの趣旨に賛同いただける方はお勧すすめしてみてください第100回の記念ライブは2つのサプライズ企画を準備しています 投資以外でも私個人のことでも質問事項がある方は当日のチャットで質問いただいてもいいですし第90回の動画のコメント欄にて記入いただければできる限り事前に回答を準備したいと考えております。 当たり前ですが、参加も質問ももちろん無料です。第100回のライブでは、レバナスホルダーであっても、レバナスを検討している方であっても、皆さん喜んでいただける内容だと思いますので、ぜひお見逃しなく。私のチャンネルでは、このように皆様の資産を爆発的に増加させるために、レバナス専門チャンネルとして、レバナス絡みの情報を解説しつつ、レバナスに2000万円投資した運用実績を公開していくチャンネルです。 動画がいいなと思った方は高評価、チャンネル登録いただければモチベーションアップにつながります。それではみんなで資産を爆発的に増やしていきましょう。ご視聴ありがとうございました。